どうも皆さん、不定期更新動画ヤンさんの部屋へようこそ。ヤンさんです。さて今日も始まりました、ヤンさんの部屋、よろしくお願いします。さて皆さん、スニーカー、ゴアテックスとかではなく雨の日に履くスニーカー決まってますという方も、そうでない方も、高評価とチャンネル登録、それからベルマークの通知ボタンを押していただければなと思います。ということで、ヤンさんは決まってないんですけども、ヤンさんじゃね、いつも通り置いておきましょう。はい、ということで早速今日ご紹介するものをお出ししていきたいと思います。では本日ご紹介するのはこちら、ナイキスニーカークロットコラボダンクハイシルバーフラックス、こちらを本日はご紹介したいと思います。ですね、クロットからまた新しい、コラボが出まして、今回はダンクのハイでシルバーフラックスなんですけれども、結構賛否両論ありましたね。で、まあ、人気か人気じゃないかって言われると、ちょっと、っていう感じなんですけれども、結構スニダンとかでも値割れしている感じではあります。ただ、ヤンさん的には、まあ、ちょっと買ってみようかなという気持ちがあったので、ちょっと本日はこちらを手に入れました。そしてこちらですね、クロットコラボなんですけれども、スペボになっています。こちらですね。はい。クロットのアメリカ、中華名、行血集団、こちらが入っている、すごい、すごい名前、行血集団。で、こちらもですね、コラボの、クロットとナイキの、ちょっと数字と行血集団が書いてあるものになります。裏もそうですね。で、表ですね、半分というか、丸くなってナイキがついてて、こっち側黒い方にはクロットのマークが書いてある箱になります。この箱めっちゃかっこいいっすよね。はい、ということでですね、本日ご紹介するスニーカー出していきたいと思います。本日ご紹介するのはこちら、はい、こちらですね、ナイキスニーカークロットコラボダンク、はい、シルバーフラックス、本日はこちらをご紹介していくんですけれども、ギラギラです。はい、これが多分このギラギラな感じが賛否両論を呼んだんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ヤンさん的にはちょっとまあやってみようかなという気持ちはありまして、まあ、クロットも持っていなかったので、これを機にちょっと初クロット買ってみようかなっていう気持ちもあったのでやったんですけれども、ちょっとギラギラしすぎて履きづらいかなとは思ったんですけれども、意外と合わせやすそうです。で、見ていただくと分かるんですけれども、全体が銀ギラになっている、銀になってシルバーになっているんですけれども、数字のところもですね、もう全て銀になっていて、ちょっとステッチで縫ってあるような感じの数字になっているんですね。なのでワントーンというか、なんかトーンが統一されている感じがあるので、結構履きやすいんじゃないかなとヤンさんは勝手に思っています。で、今回シルバーフラックスこちらなんですけれども、いつも、ナイキから出るスニーカー合皮だったりキャンバス地のものとかもあるんですけれども、本日はレンチキラー仕様ということで、プラな感じ、ザラザラっとしてるんですけれども、ちょっとですね、ツルツルな感じではありますね。はい、なので、まあ汚れは弾きやすいんじゃないかなと勝手に思っているんですけれども、こればっかりはちょっと何とも言えないところです。で、レンチキラー、前どっかで鬼滅かな、なんかやった気がするんですけども、見る角度によって、絵柄が変わってくるやつですね。で、本日そのレンチキラー、このクロットのレンチキラー、タンのところですね、シュータンのところにそのレンチキラーがついていて、ナイキっていうのと、出るかな、クロット出ます、出るか、こちらナイキとナイキとクロット、どちらも出る感じになっているので、この辺もね、ちょっと見る角度によって変わるっていうのは面白いですよね。ただこれすごく毎回履けるかっていうと、ちょっとわからないところなんですけれども、ただ結構かっこいいですね。で、ちょっとですね、ヤンさん来た時にここをへこんでいたんですけど、まあここぐらいへこむぐらいはまだいいかな、汚れてたりしてるわけじゃないので、まあいいですね。ということでですね、本日はこちら、ナイキスニーカークロットコラボダンク、そう、忘れてた。ですね、こちら本日ついてきていたのが、シューレース、シューレース紹介し忘れました。本日、もともとついていたのは白いシューレースなんですけれども、ヤンさんちょっと
灰色、ちょっとグレー系なシューレースに変えました。で、もう一個ついていたのがこちらですね。キラッキラ、見える？出るかな？これキラッキラのシューレースがついていたんですけれども、ちょっとね、これをつけると可愛くなりすぎてしまうかなと思ったので、本日はちょっとこちらグレーの方で締めていきたいと思ってこちらにしました。で、ちょっと写真が出せないと思うんですけれども、インソールですね、通気口みたいに穴が開いているので、ちょっと足蒸れとかは履いてて蒸れたりはしにくいんじゃないかなとは思っています。結構履きやすいと思っています。まあ履くか、すっごいヘビロテするかって言われると、って感じなんですけれども、でも結構ね、履きやすいんじゃないかなと思っています。はい、ということで本日はこちら、ナイキスニーカークロットコラボダンク、はい、シルバーフラックス、本日はこちらをご紹介していきました。はい、ということで本日はこちら、ナイキスニーカークロットコラボダンク、はい、シルバーフラックス、本日はこちらをご紹介していったわけなんですけれども、いや、めっちゃ派手ですよね。めっちゃ目立つと思う、これ履いてたら。でもめっちゃかっこいいと思う。よく発売前に、いや、これないわーとか言ってて、実は実物来たら実物よくとか言うんだろうとか結構あるんですけども、いや、マジでいいっすよって言ってる俺も同じ、ヤンさんも同じ一人なんですけれども、まあ現物見る前からも、あ、いいじゃん、かっこいいじゃんとは思っていたんですけれども、いや、実物見たらマジでかっこいいですね。結構、細身ではないので、サイズ的には、お値段さんいくつで買ってる？毎歳かな、高く、毎歳です。ヤンさん毎歳で買っているので、全然ですね、サイズアップさせたりする必要はないかなと思っています。ものによってはね、ちょっとハーフアップとかワンサイズアップさせた方がいいなとは思うものはあるんですけれども、こちらに限っては、アップさせることはなくて普通で大丈夫かなと思っています。履いてちょっと下ろすのは楽しみですね。下ろしたのを街行く人が見てどういう反応するかも楽しみですね。ということで本日はこちら、ナイキスニーカークロットコラボダンク、はい、シルバーフラックス、本日はこちらをご紹介していきました。本日のお相手はヤンさんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。それではさようなら。